全国からその缶詰を拾いをさせてくださいっていうボランティアさんが、まあ、いっぱい集まってですね、約40万缶で、延べ数ボランティアさんの数4000人くらいで大体全てをやり終えたっていうね。でそこでまたご縁のあった人たちが家に帰って食べて、缶になんかもう思いをこう書いてくれて、またこっちにね、あのこう送ってもらったりですね。そうなんか本当にあの 見れば涙でした。私たちは缶にこうマジックで絵を描いたりすることがあんなに素敵だとは我々はあの気づきませんでした。気持ちがもうなんかこう描かれてるのが分かるんですよ。不安要素はたくさんあるんですけど、その中では我々は本当にもうたまたま缶詰だったんですね。これがもう冷蔵品冷凍品だったらいくら掘り起こしてもらって売れないじゃないですか。たまたま缶詰でたまたまなんか全国に広がって、でたまたまそれで社員の雇用を守れて、たまたま今工場復旧できる見通しとにかく立てれてるんで、そしたらもう前向いてやるしかない。メッセージで元気をいただきました、ありがとうございますって。我々がこう助けていただいていろんな元気とか勇気もらっているのに、あのボードはうちの会社の宝ですね。でも人間はやっぱり忘れるメカニズムがちょうど入ってて、やっぱりやばいだなっていうふうに思うところはあるよ。今回の修正だって我々は早く忘れたいですもんね。だから我々は早く忘れていいけど、まあ皆さんには忘れてほしくないかなっていうのがあの被災した側の皆さんへの少しの圧を助けてみたいなねごめんこれ苦しい助けてっていうのを露骨にあまり口では言えないけど、でもなんだみんなにはでも助けてもらってることはもうひしひしと感じるし、今度このこれが立場逆になった時には本当に自分たちも、ね、勇んで助けに行かなくちゃっていうふうな、そう思いますよね。